はい、おはこんばんちは、山川チャンネルのようです。今回もハイエースのゲストという方ね、今回で23人目になります。今回は初めてのオフ会ということで行かせていただきました。すごく楽しかったです。ありがとうございます。7人、順次配信ということで、動画の方お楽しみいただけたらありがたいと思います。それではどうぞ。こんばんは。今回ハイエースのカスタムレビューをしていただくケイさんです。よろしくお願いします。皆さんにお聞きしてるんですけども、自分のお気に入りのカスタムから順番にお願いします。はい、はい、サイドバーに、はい、サイドバーに、はい、マーカーを埋め込んで、はい、まあ、車幅等というか、はい、まあ、横を他にこう照らすような、はい、そんな感じでやりました。はい、あとはやっぱり、はい、こういう、まあ、上げてるスタイルでは少ない、はい、このメッシュホイールに、はい、ブロックタイヤ入れてるんで、はい、まあ、このスタイルをちょっとこだわってやってみました。はい、そのホイールに対応の見ないですね。ですよね、はい、うん、あんまり見てないですね。はい、でこの今紹介してもらったこのサイドはどっかの部分なんですか？いや、これはあのワンオフで作ってもらったやつです。はい、すごいですね。したことない。あります。はい、まあ、このテール、はい、ワールドさん、はい、ロッド、はい、ルーレット、はい、これは結構自分でも綺麗なと思って、そうですね、まあ、前の仕様から使ってるんですけど、はい、これは今でも使ってます。あとは、アメンドさんが、はい、ワンオフで作ってくれたこのマフラーですね。あ、マフラーもか、はい、斜めに出てる。そうなんですよ。うん、可変バルブ付きで、いい音を鳴らしてもらってます。はい、はガソリン車、ガソリンです。はい、はい、なんかこうちょっとあの最初の時よりはちょっと焼き色がついて、あ、ちょっと色が変わってきてるんですけど、カメラさんが奥に入って、はい、それで今ラッツってもらいました。はい、これは何ですか？何言ってきてる？これはあのまあまあ輝いちゃえば輝いなんですけど、うん、まあ、あのマフラーの熱を焼けるのを防止する、まあ、まあガードですね。これもまあ前の仕様の時からつけてるんですけど、うん、今回そのまんま使わせてもらいました。はいはい、ああ、このエンブレムとハイマウントもスムージングになってます、ね、そうですね、今回全塗装するときに、はい、全部埋めてもらって、ちょっとすっきりしたリアマーにしようかなと思って。はい、ライトは本当にシンプルです。はい、ハンドルとレカブぐらいですね。はい、おかっこいいですね、シンプルで。もうシンプル、ほんまにもう何もないですけど、全然ノーマル、ノーマルというかノーマルです。ちょっとスピーカー上につけてもらいます。これボディカラーはどういう色なの？ボディカラーはね、はい、あのクライスラーの、はい、クライスラー、はい、純正色です。へえ、そうなんですね。はい、かっこいいですね。天井は黒になって、天井は、はい、黒塗り分けです、ね、はい、はい、ツヤありの黒で、はい、うん、バンポジションと、はい、まあ、あの給油口が、ああ、はい、ケージワークスで、まあ、ケージワークスのコラボの、ああ、コラボの、はい、へ、はい、えー、かっこいいですね、好きですね、コラボの。ケージワークスさんではね、ずっと前の週の時から、はい、もう一緒にああだこうだ言いながらやってるんで、へ、うん、まだに仲良くさせてもらってるんで、はい、うん、これかっこいいですね。はい、はい、まあ、あとはもうシンプルにこんな感じですね。はい、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。改めてケイスさん、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いします。ヤマカンチャンネルではハイエース動画以外もラーメン動画、料理動画、キャンプ動画、探偵依頼、エンタメ、歌などいろいろやってます。これからもよろしく。
お願いします。ヨンカンチャンネルオリジナルソングも聞いてね。よろしくお願いします。それではこの辺でバイ。